はい、本日はですね、ワークマンとノースエースのマウンテンダウンジャケットをね、比較していきたいなというふうに思います。ということで、以前から視聴者の方からね、これ比較して比較していうことをいただいてて、ワークマンのイージスダウンというダウンジャケットがあるんですね。あ、ちなみにこれ4着今並んでますけど、1つだけノースエースがあります。さあ、どれがノースエースなんだってことなんですけども、めちゃくちゃ似てるから比較してよ比較してよというなんて声をいただいたりだとか、いやいや別物ですよと、そのワークマンのって5800円で売ってるけど、ノースフェイスのってゼロ1個多いですよねと、6万なんぼで売ってます。ほんなら10着分ぐらい値段あるから、それは比較したらあかんよという方もいらっしゃるんですけども、これおそらくワークマンからしたら比較してほしいんですよね。比較してほしいからこういう方針したいなっていうのがね、後々見てもらったら分かるかなと思いますので、ざっくり比較していこうかなと思うんですけども、皆さん気づけました？どれがノースエースか分かりましたよね。分かりましたね。一番前はこれ違います、ワークマンですよね。これがノースエースですね。よかった方、ロゴがあるからね、あ、これノースエースだねなんて。次はこれはワークマンですよね。その奥はワークマンですよね。これありがたいことにね、視聴者さんからお借りしました。だから全てこれはお借りしたものなんで、このノースフェイスのダウンジャケットだけ僕のですけど、それ以外はね、視聴者さんからお借りさせていただいたってことでね、大切に扱っていきたいなと思いますが、バンバン水かけてくださいとか、ガンガン着用したりボロボロにしていただいても結構ですというね、優しいお言葉をいただいておりますので、こちら3着をね、着用していきたいなと思います。ちなみにサイズもね、それぞれ違うんですよ。この黄色の方がね、 LL サイズで、このイージスタウンってちょっと小さめらしいんですね。だから次これブラックが L サイズね。で、最後のこのカーキも LL だから、 LL が2つと L が1つということで、おそらく僕のジャストのねサイズ感になってるとは思うんですけども、こちらを比較させていただくということで、本日の流れとしてはですね、まずは外観見ていきましょう。いくらマウンテンダウンが似てるって言ったって、やっぱ細かいところ見ていったら違うんちゃいますのということでね、アップ映像も今から見ていただこうと思いますので、アップ映像見ていただいて、その後はこのイージスダウンのね特徴をねお話しさせていただこうと思います。それ聞くとね、あ、このノースフェイスのやつと比較してほしいんやなっていうのがね、めちゃくちゃわかりますので、そこをね見ていってもらって、その次にデメリットとは言いながらも、まあこれどうなんかなっていうのと、それ以外におすすめの人ですよね。まあ僕の視聴者の方って、まあ洋服に対するね知識がある方が多いので、そんなね大して言うことはないんですけども、まあおすすめの方も言わせてもらって、最後サイズ感とかね見ていこうという感じの順番でいきますので、まずアップ映像から見ていきましょう。ここでノースフェイスのやつを横にかけておきましょう。一旦分かりやすくね、この黄色がワーク、そしてこのグリーンの方がノースフェイスですね。まあロゴがあるかないかで見てください。ある方がノースフェイス、ない方はワークマンということで、はいはい、それでは見ていきましょう。まずはですね、この前の身頃のところとかもそうなんですけども、こういったねフラップっていう、まあ、ボタン付きのやつがありますよね。でこれがね、上からいきましょう。 1,2,3,4,5 個ありますよね。まあ、ノースフェイスの 1,2,3,4,5,6 ということで、1個だけノースフェイスの方が多いですね。このボタン1個の違いが、おそらく何十円とか十何円の違いと思いますが、一応ボタンはノースフェイスの方が多いですよねということで、フラップもこれ全く同じ仕様になっておりますね。これ全く同じ仕様ですよね。そして次、生地の裁断見てください。まあどこを見たら分かりやすいかっていうと、このポケットの位置見ましょうか。ワークマンのこのポケットの位置、ノースフェイスのポケットの位置、こう斜めにね切り込みがあって、そこの中に、こういったジップ付きのねポケットがありますよと。でワークマンの方も同じくこう斜めに、切り込みがあって、そこに、中にねポケットがありますよということで、これも裁断方法から一緒ですよね、おそらくね。そしてもっともっと見てください。このね腰のところにね、この縫製の跡があるでしょ。この縫製の跡っていうのも同じとこにあるんよと。ほんでもってまだまだですよ。次は手のベルクロの部分ありますよね。このベルクロのような感じの袖のところも全く同じように作られていると。ただここ細かいこと言うのであれば、ベルクロのね幅は違います。ワークマンの方がちょっと短いというか細いんかな。ノースフェイスの方が長いというか太いんかな。ただこのベルクロも原価的に言うと数十円の違いですけどね、ちゃんと剥がれないようなね感じのベルクロが採用されているということで、パターンのね作り方から、その縫製とかその辺もねほぼほぼ一緒ですよ。ほんで次裏見ていきましょうか。これね見てもらったらわかるかな、もうほぼ同じなんですよ。何がというと、この分かりやすいのがこの肘のところですね。裏の肘のところのこの切り替えがありますよね。これはまあ黒になってるけど、ワークマンの方は黒ではないんやけども、ここにもしっかりねあのステッチがあるというか、あの縫製のパターンでね立体裁断なんかわからんけども裁断がされてあったり、フードの作りはもう全く一緒の縫製します。よく見てくださいね。ここヒューって言ってこうありますよね。で、ここに道路があって、最後に分かれ道があるんだよというストーリーになってるんですが、これがノースフェイスの方も全く同じ。ピューって言って道路があって分かれ道になってるんだよという縫製になってるので、これ全く同じ縫製しますよね。だからこれはもうもはや合わせに行ったというか、ワークマンは絶対口が裂けても言わんと思いますが、これをベースにしたんじゃないかなと思うぐらいね縫製が一緒、たまたま一緒だったかな、ちょっと分からんけども、そうなってますと。はい、以上がね比較になってます。だからあのワークマンの方から、いや真似しましたよとは絶対口が裂けても言われへんねんけども、なんか似てない、しかも性能も防水で似てんねんで、ほんならめっちゃ安くないって、あえて比較してほしいようにね作ってるんじゃないかなと、まあ僕は個人的に思ってますので、これ比較するのはナンセンスって方もいらっしゃるんですけど、それちょっと見当違いというかね、ちょっとまあ知ったが入って
っちゃったんかななんて思ったりするんですけども、そんなことが外観です。では特徴いきたいなと思うんですけど、特徴がね、どんな特徴があるのということでお話していくんですけども、まずはですね、防水なんですよね。でノースフェイスのこちらの方も防水やし、こっちも防水で、雨とかね、ダウンジャケットってやっぱり雨に弱いんですけど、外とかで活動されたり、外とかでお仕事されてる方とかでもこれを着ておけば暖かいし、なおかつ濡れないということで防水になってます。だからまずはこの黒から着ていきましょう。嘘、やっぱりカーキからしようかな。はい、とまあこんな感じで着るじゃないですか。これが LL サイズもね、こうやって着とって、うわ急に雨が降ってきたと、うわ雨降ってきたどうしようってなるじゃないですか。でピューって、あ降ってきました怖いですわってなってたとしても、安心してください、これは濡れないんですよなんて言ってね、全然濡れます、全然濡れます、全然濡れない、全然濡れないけど下にボチョボチョ落ちてるよということなんですけども、どれぐらいの防水なんって言われるとですね、一応これ2万ミリっていう数字が出てるんですよ。でまあそんなもん数字なんかどうでもいいから、どれぐらいって言われると、大雨ぐらいやったらギリいけるかなと。で台風とかのその嵐レベルになってくると無理なんですけども、まあ、ちょっと雨降ってきたなとか、あちょっと雨強いなぐらいだったら、ね、全然大丈夫っていうのがね、2万ミリという数値なんですけども、そういったね防水の性能があります。でちなみにこの防水の性能に関してはね、詳しく言うとね、日本のね三菱っていうね会社がね独自に編み出したねディライトっていうね技術なんですよ。だから一応コーティングとかしてるような形になってるので、洗いとかはできないらしいんですよね。だから洗濯とかで、ケアするっていうのは不可能で、おそらくその理由としてはコーティングしてたりとかするから、洗濯とかドライクリーニングしちゃうとどうしてもそのコーティングが剥がれてくるっていうのところで、おそらく防水じゃなくなるんやろうなと思うんです。だからまあ普通にクリーニング出して、まあドライじゃなくてね、水洗いというか水洗いのクリーニング出していけばね、全然まあ防水性が長くは持つと思うんですけども、まあそんなにねずっとずっと持つよというような感じではないかもしれないですね。というのがまあこちらの防水の性能になっております。ちなみにこれね、借りた方はね、現場外で仕事されてるらしいので、これ外でまた使うんでって言ってたんで、もうガンガンタクトさん濡らしてくださいって言ってくれてないけども、こんな感じで濡らさせていただきました。ありがとうございました。まあ、それがまず一つ目の防水ですよね。そして二つ目の特徴としては、やっぱりダウンを使ってるこの5800円というわけわからん数字というか金額で、本物のダウンが使えるのかという驚愕ですよね。はっきり言ってね、視聴者の方とか普通に一般の見てくれてる方からしたら、あ安いな程度で済むかもしれんけど、僕とか、まあ、服とか作るんですけどね、ありえへん、そんなもん5800円でダウンなんか入れれんの、どこのダウンって、もしかしたらこれ人間の毛入ってんちゃうかと思うぐらいに安いんですよ。なんか変なブローカーが仕入れてませんかって思えるぐらいなんで、まあ、すごいですよね。まあ、もちろんね、ダウンの配合とかはね、73% とか 75% とかなんかな、そうですね、 75% にフェザー25なんで、まあ、めっちゃあったかいかって言われたらそんなあったかくはないんやけども、なんせかこの5800円でそのダウン使えるのっていう衝撃。もう昼のランチ498円で神戸牛食べれますみたいな、神戸牛の牛丼が食べますみたいな、そんなんで食べれるんですかみたいな、吉野やったらわかるけども、まさかワンコイン以下で神戸牛の牛丼が食べれるなんて、松坂牛の牛丼が食べれるなんてみたいな、そんな予想外な感じ。いくら細切れといえども、いくら端っこやといえども、神戸牛ですよねなんて言って話できるってことなんで、そう考えてもらったらね、えすごいなってなるじゃないですか。だから僕からしたらね、それぐらいの意外性というかね、おすごいなというような印象はあるんですけども、それが特徴。だから5800円でダウン使ってほぼ無理なんですよ。もう多分中綿の河川の人工で作ったやつやと無理なんですけど、あダウン使えてんねんなと。ただその代わりもどこのブローカーから仕入れたダウンかわからんから、たまにこう人間の怪我とか出てこへんかなっていうのちょっと心配にはなったりはしますけどもね。で次の特徴としてはね、やっぱりもうさっきも言ったけど、値段はっきり言って5800円じゃありえないんですよね。あそういやさっき L サイズ来たけど、 XL やったらちょっとまあゆとりあるかなぐらいから、 L でもいけるか、 L でも僕ぐらいだったらいけるし、まあ、XL やったらね、今中ロンティしか着てないけど、パーカーも着れるやろし、トレーナーも着れるやろうけど、まあジャストできるんやったら L やし、まあ、ちょっとゆとり持つんやったら XLL かなって感じですけどね。あほんでジップがこれダブルジップじゃないやな、シングルジップやけど、まあこんなん気にする人とおるんかな。まあシングルなんでね、こうやって上にしか上げることができひんから、下からこうピュッて開けたりはできひんけども、まあそんな仕様ですね。はい、まあ値段的に考えたらもう問題ないでしょっていうのがね、特徴になってくるかなと思います。まああのあと細かく言えばね、そらね、中にねこういうメッシュのねポケットを入れてくれてるから、例えば外で仕事されてる方とかでこう雨とか濡れたりとかしたとしても、こういうポケットやったらね、メッシュだからね、水気下に落ちていってくれるじゃないですか。でそういうまあ、グローブ入れたりとか、ちょっとマスク入れたりとかね、そんなやったらいいかもしれないですよね。まあ、マスク入れるのはどうかわからんけど、まあ、そんなんがあったりとかっていう細かい部分はあるんですけど、まあ、大元で言うとね、そんな感じです。それはね、首のところにね、こういう襟のね、カラーというかね、ちょっとしたこうフリース素材が使われた、まあ、綿はこんだけしか薄いんですかね、薄いんやけども、まあ、こんなんがあったりはするということで、下手しここはね、マウンテンダウンにはこれない機能なんで、まあ、ここよりもね、配慮されてるんかなと思いますが、おそらくですよ、このダウンジャケットをベースに作りましょうって言って仕上がったんがこれやとは思います。
これはあくまで僕の勝手な予想ですけどもね、はい、そんなことになってて、じゃあ次はデメリットとは言いながらどういうデメリットがあるんかっていうお話をしていこうかなと思うんですけども、こうレビューとか見てたらね、ちょっと記事が硬いっていうレビューがあったんですよ。でそれに関してはね、おそらくアウトドアのアイテムあ持ってはらない方はねそう感じるかもしれんけど、僕からしたらね全く硬くないんですよ。普通アウトドアの製品って、まあ、こんなもんやなっていう感じだし、なんやったらマウンテンダウンの方が全然硬いような気はするんですよね。こっちが確か70デニールぐらいね記事があったと思います。70やったかな、ちょっと忘れましたけど、おそらくそれぐらいあったと思うので、それよりはねこっちワークマンの方が薄いやろうなっていう印象はあるんですけども、レビューではねそんなお声はあったりはしました。はい、ということでね、デメリットとしてはね、僕結構ほんまに悪い時ボロカス言うんです。はっきり言ってあんまないです。そんなに悪いなと思うとこないし、5800円でって言われたらね言うことがもうできひんというか、もうでもこれどうですよね、5800円からって言われたらグッてなるしね、いやでもここってちょっとで、ちょっと5800円からって言われたらたまれるし、でもね細部がねって言われて5800円からって言われたら黙れるから、まあ5800円って言われたらねこれもう言いようない、もうデメリットほぼなしみたいな感じなんで、どこのメーカーがこれできますかというふうに思うんで、まあデメリットはねないんちゃうかなと思います。で対してねおすすめの人どういう人っていうと、まあその先も言ったんですけど、僕の視聴者さんとかやったら、その第2のダウンっていうか本命のダウンジャケットは持ってんねんけども、もう汚れてもいいとか、それこそもうボロボロなってもいいとか、仕事用として着るんやみたいな人はね、こういうの1着持ってればこうガシガシ着るのはこっちでね使い捨てるような感じやねんけども、まあ休日とかねお出かけの時とかはねちゃんといいダウンジャケット着るみたいな使い方もありなんかなと思ったりするんで、まあそういう人はおすすめになってくるんじゃないかなと思います。では僕のね本音としてはね、まあ正直僕のこのチャンネル見てくれてる人は1軍で使うことはおそらくないと思うんですけども、まあ2軍とかね3軍ぐらいで使われたら全然いいんかなと思うし、それこそなんかご飯とかでいうとこの B 級グルメみたいな感じっていうのかな、そら富士そばもうまいよ、富士そばもうまいのはわかんねんけども、静岡の名産ね富士そばうまいねんけど、あれはやっぱ B 級グルメの中でそらうまいけども、そら富士そばと寿司どっちがいいですかって、そら寿司ですよね、そら寿司の方がいいですよねなんて言ってたりするんですけども、まあ値段的に考えて、まあ B 級の中で何って言われたら、まあまあ富士そばもいいよねなんていうことなんで、まあ個人的にはね喉から手が出るほど欲しいとは全く思わないんですけども、5800円のダウンジャケットをボロクソ言ってって言われた時にはもう言われへんみたいな、これ以上は言うことも特にないみたいな感じなんで、もう完成された作りかなと思います。まあだってこれをベースにしてるもんっていうことで、まあしてるかとか知りません、僕は勝手にそう思ってるけども、でこういうね比較を絶対作ってほしいと思ってワークマン自体も作ってるはずなんですよ。だからね僕はその作戦にまんまに引っかかったということでね、しっかり比較のレビューを作らせていただいたということなんですけども、ほんまにあんま性能わからへんとか、なんか機能わからへんとかっていう人はね、見た目だけでええねんっていう人は全然ねこれで問題ないかなと思うし、あとそういやこの方にサイン書いていただいて、今からサイン書きます。この方ねほんまはねなんか色何色でもいいって言ってくれたんやけども、もう黒しかなかったんで、ね、ちょっと黒って書かせてもらいますわ。あんまり目立たん方がいいですよね、左の脇と後ろも書いておいてって言われたら後ろも書いておきます。わかるかな、左の脇の方に書かせてもらいました、タクゾーって書いてます。こんなん書いてええんかな。そしてねあんまわからないんでね、フードの裏にも書いておきますわ。はい、というこんな感じでね書かせてもらいました。これ映像であんま映ってへんねやけども、ちゃんと見たらがっつり映ってますのでね、まあ、もし切られるときはねこうやってたらわからんけど、フードは被らんといてください。フード被っちゃうとね、なんかタクゾって書いてるぞとかね、左のね脇上げるとね、なんかタクゾって入ってるぞって思われるから、ここですね気をつけてくださいね。はい、最初はねなんか色紙に書くんでね、色紙に書いて私お返ししますねって言ったらね、いやいやもうダウンに書いてくださいって言われたんで、ダウンに書かせていただきました。はい、ではね最後もう一回ちょっと着用しときますか。サイズがねこのブラックが L サイズ、サイズでも僕L かな、多分 L で全然いけるかな。で特にロンティーとかだけしかキーヒンってなったらね、もう全然 L サイズでしょうね。サイズはおそらく僕は L ですね。で次 LL がこんな感じ、やっぱちょっと LL 大きいな、やっぱ L や。まあ中をねほんまそのフリースとか着ればね全然 LL でいけるやろうけど、ちょっと見てる感じも大きいかもしんないですね。そして最後がこれも LL でワークマンイージスナンタクゾーモデルですね、この左の腕のところにタクゾーと入ってますよね。そしてまたこのフードをねかぶるとタクゾーって入ってますよね。こんな感じでね、LL です。うん、ちょっと大きいかもしんないですけどね。はい、ということでね今回は皆さんワークマンのイージスナンを貸していただいたこの3名の方ありがとうございました。おかげで、ね、動画が作れましたので、今見ていただいてる頃にはおそらく手元にねあると思いますので、本当にお借りさせていただいてありがとうございました。またまたねご協力いただきたいときはね募集でさせていただきますので、その際はまたぜひご協力よろしくお願いいたします。ということで本日はですねワークマンのダウンジャケットとノースフェイスのマウンテンダウンジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。